世界各国と連携して事態に当たることとは重要です。ところが今月22日に開催された WHO の緊急会議に当事者国の一つである台湾の専門家が招かれなかったということが大きく報じられました人命に関わるこうした問題で仮に特定国の政治的意図から台湾が排除されていたとすれば到底容認することはできません我が国は、 台湾との連携を一層強化し新型コロナウイルスの対応にあたっては台湾の WHO への参加を関係諸国に強く働きかけるべきと考えますが勝利のご所見をお伺いいたします内閣総理大臣おときた春委員のご質問にお答えをいたしますまさに私はその通りだと考えています我が国は十代より国際保険課題への対応にあたっては地理的空白を生じさせないべきであると考えております この立場をこれまでも WHO で一貫して主張してきているわけでございますし、安倍政権においては、しっかりと主張を続けております。今回の新型コロナウイルスは、ですねこれ以上の感染を防止する観点から、この地域が一体となって万全の対策を活用的、速やかに講じる必要があるわけでありまして、まさにこれは政治的な立場において、この地域は排除する。 ということを行っては、ですねその地域全体を含めたいわば健康維持、感染の防止は難しいわけでありますから、我が国の立場はです、ね、引き続き WHO においてしっかりと主張していきたいと考えております音喜君。心強いお言葉をいただきました、このウイルス対策については、同僚議員からも引き続き提言させていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは次に行政運営の根幹である公文書管理についてお伺いをいたします誠に遺憾ながら昨年来総理主催の桜を見る会をめぐる諸問題が国会での大きなテーマとなっています本件をめぐる一部野党の追及は当初の指摘こそ鋭い部分があったもののその論点は目まぐるしく変わり高級寿司の有無や果てはシュレッダーの性能追及などテレビ受けを狙ったセンセーショナルな姿勢は国民から見放されつつありますここのの結果の示唆することは 国会は政局ではなく、本質的な議論にのみ、集中していかなければならないということであります。その本質というのは言うまでもなく、公文書管理、この一点であります。公文書がこうも経験と破棄改ざんされることは、民主主義国家にとって最大最悪の脅威です。日本維新の会はかねてより、公文書はすべてデジタル化、永久保存を義務付けるべきだと主張し、議員立法も提出をしてまいりました。しかししかながら改革は、父として進まず、 昨年の委員会で確認したところ、デジタル化に至っては2017年時点でわずか6.7%、しかも進む速度は年0.6%ずつとなっています。これでは100%に到達するのは、なんと2150年以降ということになります。とても政府が本気で公文書館に臨もうとしているようには思えません。そこで公文書のデジタル化について、期限や目標を持って進めているのかどうか。 また政府は総理の強いリーダーシップの下、公文書の総デジタル化と永久保存を推し進めるべきと考えますが、安倍総理のご所見をお伺いいたします。北村担当大臣お答えしします政府は昨年3月に決定した 行政文書の電子的管理についての基本的な方針に基づいて、文書管理の電子化に向けた取り組みを進めております。この点では、御党のお考えと共通しているものではないかと認識をしております。まあ、この方針の中では、今後作成する行政文書は電子版、体電子媒体を製本、あるいは原本とすることを原則といたし、新たな国立公文書館が開館する。 令和8年度をを目目ととととして本格的的な電子的管理に移行すすることを目指すこ指とといたしておりますただ一口に行政文書といっても、さまざまなものがございますから、個々の文書や業務の特性に配慮して、一定の例外的対応が必要になることもあると考えておるところであります。また、電子化をした行政文書について、保存期間満了後も廃棄しないで、 永久に保存し続けることは、行政文書の体系的管理や、効率的な行政運営といった公文書管理法の理念との関係で、慎重に検討をいたす必要があるのではないかと考えておるところであります。以上です ぜひ次は、ね、総理にお答えいただきたいんですけども、まあ、2026年という公文書館の新しい数字も出てきましたが、私は遅すぎると思います、こちらのパネル1をご覧ください、各国の公文書管理の状況を示したものです、アメリカは2019年、オーストラリアは2020年など、明確に完全デジタル化の期限を設けている国もあり、実際にアメリカや韓国はほぼデジタル化を完了しています。 また多くの国で永久保存の規定が存在しており日本の低た落は明らかです総理残念ながらこの問題は総理ご自身が思っているよりもはるかに深刻です今回の文書改ざんについては官邸は指示をしていないと答弁しています本当にそうであればもう実際に政府自身が安倍総理ご自身が暴走する官僚機構をコントロールできていないのではないでしょうか異性,や異性者や国民の目の届かないところで公文書がないがちろにされる これは国民の損失であるのはもちろんのこと、総理ご自身を破滅させることにもなりかねません、だからこそ公文書を厳格に管理する仕組みづくりが急務なんです、そこで公文書管理法に違反した職員を処分されましたが、今後の再発防止策について、具体的にどのように取り組んでいかれるのか、総理の考え、改めてお示しください内閣総理大臣公文書管理の適正化について、政府としてはです、ね、平成30年7月の 閣僚会議で総合的な施策を決定し、そして文書管理の電子化をはじめとして、決定したすべての施策について、これまで着実に実行に移していったところであります。他方で、今般発覚した行政文書の保管や廃棄における不適正な取扱いも踏まえまして、独立公文書,館独立公文書管理官をです、ね、中心とした各府省におけるチェックの強化など、 政府を挙げて、公文書管理のさらなる徹底方策について、検討していく予定でございます君残念ながら、これだけのことが連発しても、ですね現時点で具体性が足りないと思います。まあ、しかし、ですね現在の技術では、すでに改ざんは限りなく防止をすることが可能です私たたたちは改めてブロックチェーン技術をを使った公文書の管理を提案いたします。 改ざんが極めて困難になることから通貨決済にも利用されるブロックチェーン技術ですが発出化という工程を経なければならないためすでにデジタル化している公文書に適用するのにはいささか労力が必要です、まあ、しかし、まあ、幸いにと申しますか我が国は公文書のデジタル化が進んでいない状態ですからブロックチェーン技術を比較的容易に適用することが可能ですこれで少なくとも現時点から後に作成された公文書は限りなく改ざんが困難になります 公文書館にブロックチェーンを使うのは、まあ、過剰だという意見もありますが、政府が公文書館にブロックチェーン技術を使うとなれば、間違いなくその発展に大きく寄与することになりますから、一石二鳥ともいえる解決策ではないでしょうか、デジタル化推進と同時に、ここは是が非でも公文書館にブロックチェーンを実装するべきと考えますが、総理の見解をお伺いいたします安倍内閣総理大臣。ブロックチェーンを入れるかどうかという術事実的な問題でございますので、担当大臣から答弁さしたいと思います。北村担当大臣 お答えします、えー、行政文書の電子化につきましては、先ほど述べました基本的方針におきまして、今後、作成・取得する行政文書は、電子媒体を製本、あるいは原本とすることを原則といたし、改ざん防止のための措置などを講じつつ、行政文書の作成・取得から遺憾・廃棄までを一貫して電子化する、 本格的な電子的管理を目指すことといたしております具体的な実現の手段につきましては現在検討を進めているところでございまして改ざん防止につきましてもどのような技術が有効かということについて引き続き検討を進めてまいりたいと存じております以上です小藤北君ま総理は技術の問題と言われましたが技術と環境は既に整っていますあとはもう政治家の決断なんですもう一つの私の提案は 国立公文書館の権限強化ですす、まあ、パネルに戻りますと具体的には、現在は各省庁に公文書の廃棄、管理軽減がありますが、これは諸外国の例を見ても異常なんです。アメリカ、イギリス、ドイツなどでは公文書館がその権限を持っています。ところが我が国では、自分たちで作ったものの価値を自分たちで勝手に判断して廃棄ができる、こんなおかしな話はないんじゃないでしょうか。 公文書管理については、廃棄や保存などの管理権限を国立公文書館に持たせるべきと考えますが、総理のお考えをお伺いいたします安倍内閣総理大臣。公文書管理は、ですね、えー、各行政機関がその <coughs> 諸活動についての、えー、説,明説明責任を全うすることを、えー、目, <coughs> 目的として、えー、行われるものであります、えー。各行政機関の所管業務はですね 多岐にこれ事実は当たっておりますので多岐に当たっていることから廃棄や保存といった行政文書の管理は所管業務に知見と責任を負う立場にある個々の行政機関が負うことが基本と考えております他方で行政機関による公文書管理が適切になされるように現行の制度において 国立公文書館の専門的知見を活用する枠組みが盛り込まれておりまして、今後もこのような枠組みの活用を図っていきたいと考えておりま音来た瞬間、はいまあ。なかなかすっきりした回答をいただけないわけですけれども、それで今、問題が起こっているわけですから、最後の我々の提案は、ですね公文,書管理公文書管理をテーマとした憲法改正です。法律がこうも 会計検査員が憲法70条で規定されているように国立公文書館も憲法に明記することで、公文書管理を主体的にに合わせることが考えられます。実際にスウェーデンやオーストリア、スペインなどは公文書管理や国立公文書館が憲法に記載をされております。安倍総理が悲願とする憲法改正は、残念ながら全く動く気配を見せておりません。しかし、国民にとって最も重要な財産である公文書を、 憲法によって守るという考えは、幅広く多くの国民に支持されるはずです、ピンチはチャンス、野党には絶対にできない逆転の発想を持って、安倍総理は自民党総裁として、公文書改革をはたに、力強く憲法改正を推し進めるべきだと考えますが、総理のお考えをぜひお聞かせください。内閣総理大臣 憲法改正に向けた大変力強いご提案をいただいたと、このように思いますし、建設的な議論を呼びかけておられますことに敬意を表したいと思います。この公文書管理の憲法での位置づけにおきましては、ぜひ国会、また各会屋でご議論いただきたい、憲法審査会の場でもですね積極的なご議論をいただきたいと、こう思うところでございます。 その上で、政府としては、公文書管理は、主権者である国民への説明責任を果たすことを通じ、国民主権の理念にのっとった国政運営を実質的なものとするために必要不可欠であるとともに、国立公文書館はこうした目的を果たす上えで、歴史資料として重要な公文書の利用、保存などの まあ重要な機能を担う存在であるるとと考えているところでございます、まあ、このような認識のもと、まあ、今後とも令和8年度に開館予定である新たな国立公文書館の建設や、公文書管理を担う専門人材、アーキビストの育成など、国立公文書館がその機能を最大限発揮するための取り組みを推進してまいりたいと考えておます。 まあ、公文書館の機能強化の一部については、我々も思いは同じであります。えそしてえ憲法改正については、ぜひここ参議院でも憲法審査会を開催していただきますよう、各会派のご賛同を改めてお願いを申し上げます。 次に労働市場と社会保障制度改革についてですその切り口として課題が凝視されている育休の問題を取り上げたいと思います先般小泉信二郎環境大臣が独自の形で育休を取得されることを宣言され大きな話題となりました私自身も二次の父として今回の決断については心からエールを送りたいと思います一方で今回の宣言に対しては議員という恵まれた立場だから取得ができると 国民や職員に取らせる環境作りが先じゃないかという批判が想像以上に広がっています。まあ、特に国会議員には民間企業と違って、育児休業の仕組みがなく、歳費が満額支給されることが問題視をされています。これ、パネルの2番をご覧ください。諸外国の例を見ますと、イギリスやニュージーランド、デンマークなどでは、議員の一級制度、代理投票制度などが整っており、ノルウェーやスウェーデンでは、給料が減額される規定も存在します。 我が国の働き方、社会保障を考える上で、育休は極めて重要であり、その機運が本質ではない部分の批判で書きされることは避けなければなりません。そこで私は、小泉大臣には育休取得中、あえて議員財布を自主的に返納することを提案したいと思います。国国民のの理解ををを得てて育休取得の間を広げていくたためめめにににも、も、会改革を前に進めるためにも 財布の一部を被災地に寄付するなどの形で自主返納される気はないか、小泉大臣のお考えをお伺いいたします小泉環境大臣。まず、音喜多議員におかれましては、私も国会改革には思いを持っていましたので、その思いを共有している仲間ができたと嬉しく思っています。 そして私のいわゆる育休ということに対して、えー、世の中からまあ批判もあるということも私も承知をしています、えー、ただその中でやはり正確な理解を広げていくことも大事だなと思ってます、えー、今でもまだ私のいわゆる育休が 育児休業というふうに報道されている部分もありますが今音喜多議員がおっしゃったように我々議員にはそもそもその制度がないので我々国会議員に育児休業というのはありませんそして我々には労働時間の規制残業そして土日と平日こういった考え方もおそらくないと思いますそういった中で育児の時間を確保するためにいわゆる育休を取得をするという 考え方また行動を取った時にそれでは返納ということをどのような理由で根拠でやるのかそういったことが整理された場合において私は否定するものではないと思いますただ今音喜多先生がおっしゃったようにそれが国会改革の呼び水になるのかそれとも果たしてその返納した時にそれを被災地に寄付をするという形が これと当てはまるのかどうかということも含めまして、この機会にそういったことをどう整理すべきなのかということは、議論を盛り上げていただければ、一つの社会を変える、そういったきっかけにもなるのかなと、私は考えております。北俊君 関税、まあ、否定はされないということで、あの前向きなご答弁いただいたというふうにご理解を理解をさせていただきます、まあ。即答はされないことは残念ではありますけれども、私は繰り返しになりますが、小泉大臣が育休取られること自体には本当に大賛成です。まあ、ぜひ、母親のサポートだけではなく、乳児と2人きりの主体的な時間を多く作っていただき、その経験を広く政策に還元していただきたいと思います。えさて休を取取りたいいのに取れない まこれは女性にもまだまだ根強く残っている問題点です。日本社会はいまだに育児、出産育児と職務キャリアはトレードオフの関係になっています。また、雇用体系によって育休に対する課題や意識は大きく異なります。制度が整っている企業であれば、小泉大臣が主張されているように、まあ、率先してリーダーが育休を取得し、意識や慣習を変えていくことが重要です。一方で育児取得者、育休取得者の抱える体力のない中小企業。 制度はあっても、現実的に取得が難しい非正規労働者、そもそも制度がないフリーランス、自営業者は置いてけぼりになります、これらの課題についてはです、ね、小泉大臣は、どのような問題意識と解決策をお持ちの上で育休を取得されたのか、この点をお伺いいたします。小泉環境大臣 まあ今のフリーランス、個人事業主、中小企業の方々のセーフティーネット、社会保障の充実ということにおいては、関係の厚労大臣、もしくは西村大臣など、詳細についてはお答えいただければと思いますが、私は常々、目指すべき社会というのは、一人一人がより生きやすく、働きやすく、それぞれの事情に応じて、 柔軟に働けるような社会を作りたいとそういった思いがありましたので今でもありますが私の中ではこの私の育休のこの行動というのが育児のために柔軟な働き方ができるだけではなくて世の中には介護そしてダブルケアそしてまた病気と戦いながら 仕事を頑張っている皆さんもおられますそういった一人一人の状況に応じた柔軟な働き方が叶う社会を作りたいと、その思いで、これからも責務をまた全うしていきたいと考えております諸管外のご答弁ありがとうございます、ただ、まあ、残念ながらやはり具体策がお伺いできなかったので、続いて安倍総理にも伺います。 少子化対策として育休職向上を目指すのであれば、中小企業、非正規雇用、フリーランスの問題は避けて通れません、まあ、政府としてどのように対応していくつもりなのか、ご所見をお聞かせください安倍内閣総理大臣。あのまあ、確かにです、ねえー、まあ働き方改革を進めていく上においても、あるいはこの育休、子育てと両立できる制度を進めていく上においても、えー、まあ中小企業やそうしたフリーランスの方々、 あ有機雇用労働者は、ですね、えー、育児休業の取得率がまあ低い状況にある、えーまあ、重点的な支援が、こういう皆さんに対する、こうした皆さんに対する重点的な支援が必要であると考えております、まあ、このため中小企業については、代替要員の確保を等を助成金により支援するとともに、えー、有機雇用労働者については、あ平成29年より、育児休業の要件を緩和。 また個人事業主のうち、労働者に類似した働き方をする方についても、働き方の多様化を踏まえつつ、育児、介護等との両立の観点から今、検討を進めてまいりたいと思いましかし、給食率は上がらない、まあ、ご答弁いただいたのは、まだまだどれも美方作か、あるいはフリーランスについては、現時点で無意無策でしかないんですね。 私はこの問題点を生み出している最大の原因は、我が国の労働市場の硬直化とセーフティーネットの不足であると考えています。パネル3をご覧ください。まあ、結論から申し上げますと、いわゆる、開国制を緩和して雇用流動化する。 これだけだと過激に聞こえるかもしれませんが、同時に無条件、無期限のベーシックインカム、あるいは給付付き税額控除などで、働けない期間の社会保障を強化する、この一体改革こそが、我が国に必要ではないかと考えております。まず、労働市場の観点から見ていきます。一級については、大企業は制度があっても、キャリアの損失を恐れて取得ができない、加えて、出産育児を終えてから大企業に新たに入社するという選択肢は現状ほぼありません。一方の中小企業は、一級取得者を背負う体力がなく、 労働市場が固定化している以上、柔軟に代替人材を確保することも難しい、非正雇用者は一級どころか、その間の雇用の調整面に使われる、これらの点は雇用が流動化され、常にその門戸が開かれていれば、大きく解決に近づきます、ところがですね、これ、パネルの4番に見ていただ、ご覧いただきたいんですが、そのための使用者側からの金銭解雇について、規定がないのはもはや主要局の中で、日本だけともいえる状況なんです。 労働者の格差解消が叫ばれて久しいものの、全員を正社員にするということが現実的に不可能な以上、流動化をして、機械の平等を確保することは現実的な解決策です。そこで、今こそ改めて、使用者側からの金銭解雇も含めた規制緩和、労働市場の流動化を検討すべきと考えますが、安倍総理の見解をお伺いいたします安倍内閣総理大臣。えーまあ、労働移動のです、ねまあ、円,滑を円滑化を図っていくためには、 えま、開校姿勢のあり方のみにま終点焦点を当てるのではなくて、ま中途採用に関する環境整備も含めてま総合的に取り組んでいくことが重要と我々は考えています。まこのため、まこれまでも政府としては働く方の希望に応じた就労環境をえ実現するためえ、リカレント教育の充実や企業の採用。 報酬制度の見直しの促進などを行っており今後は大企業に中途採用比率の開示を求めていくための法制化を進めていきますなおですね開校規制の緩和については多くの労働者が賃金によって生計を立てていること等を踏まえましてですね労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えていますこうした観点から 解雇無効時の金銭仲裁制度については、金銭を支払えば自由に解雇できる,できるとの事前型の制度を導入しないことを前提にです、ね、労働者保護等の観点から検討を進めているところでございます。 まあ、残念ながら、まだまだ消極的なご答弁だったわけですけれども、鼓動流動化を実現する際に、まあ、最も配慮しなければならないのは、まあ、さっきからずっと後ろからいろいろ聞こえてますけれども、まあ、弱者の切り捨てだとか、まあ、そういった懸念、ご指摘にどう対応するかということなんです、そこで重要になるのが、セーフティーネットの整備と一体改革を行う,行うということなんです、一つ前のパネルにちょっと戻ります。我々は、そのセーフティーネットに給付金税額控除、もしくはベーシックインカムを今考えて議論しております。これは 一級問題においては個人事業主フリーランスという最後のピースを埋めることにもなる政策です所得保障のセーフティーネットがあれば使用者も労働者も解雇や失業を恐れる理由が少なくなります流動化した市場で次の職場を見つけることが比較的容易になることに加えて失業中は職業訓練就職支援などさらに手厚くサポートするこうした柔軟性フレキシビリティと安全性セキュリティを両立する政策は フレキシキュリティと呼ばれ、諸外国でも積極的に採用されている政策パッケージです。育休という話に戻れば、フリーランスや個人事業主といった仕事量の低下が即所得の低下につながってしまう人たちにとっても、所得保障によって出産育児のハードルが極めて低いものになることは明白です。 単独で導入すれば、単なるばらまきや労働力の低下につながりかねないと指摘される所得の保障政策ですが、雇用の流動化、労働市場改革と一体化して導入することで、極めて大きな成果を発揮するのではないでしょうか。そこで、開国規制の緩和による労働市場の流動化、これを前提としたパッケージとしてのベーシックインカムなどの導入を検討すべきと考えますが、最後に安倍総理の見解をお伺いいたします。安倍内閣総理大臣 セーフティーネットは極めて重要であろうと思いますそのために人生においてさまざまなリスクがある、そういう時にしっかりと支えられることが可能な社会を作らなければいけない、リスクとは例えば、病気や怪我をした時あるいは出場する、こうした人生で生じうるさまざまなリスクに対し、所得や資産、家族の状況、さらには、 難病などの特に配慮すべき事情があるかどうかといった各人が直面する、まあ、様々な事情をできる限り踏まえた上で事情共助公除を適切に組み合わせて対応していくことを、まあ、基本的な考えとしていますこのような我が国の社会保障制度の基本理念に照らせば我が国が全ての個人に対して 最低限の所得保障を無条件に与えるというですね、まあいわゆるベーシックインカム制度については、まあ慎重な検討が必要と考えております。我々はまあそれぞれのリスクに対して、えー、まあ確かにですね、えー、この人生においては、えー、残念ながら病気になる、えー、あるいは経済の状況が悪くてまあ必要するさまざまな出来事があるんだろうとこう思うところでございますが、それにはそれぞれの制度で。えー またそれぞれの人の事情をよく勘案しながら対応しているということでありますまたですね給付あの、ま、たこの給付き税額控除については制度を導入している国において所得の把握や価格の加護不正受給といった問題が発生していることから実務面などを中心とした慎重な検討が必要と考えております 菊田俊君、はい、ありがとうございますまあ、もなく時間でございますけども私たちが議論している、まあ、ベーシックインカムなどの社会保障はチャレンジのためのセーフティーネットです自助自立を妨げるのではなくて挑戦を後押しする、まあ、そのためには労働市場の改革とセットで行うことが不可欠であります、まあ、本日はまだまだ前向きなご答弁得られませんでしたが日本維新の会は労働市場と社会保障制度に税制を加えた三密体改革のプランをしっかりと議論し今後も政府与党と本質的な議論を重ねてまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました <laughs> 音北俊君の質疑は終了いたしました。